チョコ食べて話題の浅野拓磨さん。理由と味の感想を説明する。浅野拓磨が所属するボーフムは、現地時間12月16日、ブンデスリーガ第15節でウニオンベルリンと、ホームで対戦。浅野がプレー以外に注目を集めたシーンがあった。この試合では、リーグの放映株式の一部を、外部投資家へ売却するという、ブンデスリーガの計画に抗議する目的で、スタジアムのファンがキックオフからの12分間は、応援をボイコット、さらにピッチにはテニスボールやチョコレートなど、投げ入れられていた。その投げ込まれたチョコレートを浅野が拾い、包み紙を剥がして食べる場面が、映像に映し出されたのだ。これが話題となり、ドイツ大手紙ビルドはこのシーンを、ボーフムのスターが驚かせたとし、試合中のおやつが先制点を奪う力を与えた、と取り上げた。また同メディアは、浅野本人がチョコの拾い食いについて、とても疲れていて、このままではハーフタイムまで持たないと思った、チョコレートを食べてエネルギーを得ようと思った。味は美味しくなかった、とコメントしたと伝えている。美味しくなかったんかい。危険だから、やめといた方が良いよ。もし毒とか、みたいなんは、考えないんやね。オリバーカーンも、バナナ食ってたな。度胸ある。いいね、次は高級チョコを頼む。天才とも一流も言い切れないが、なんか魅力ある選手だよな。美味しくないチョコって、逆に気になるよ。日本と違って海外で売られてるお菓子は、美味しくないものがそもそも多いよ。売ってるお菓子がほぼ美味しい日本がむしろ異常ってだけ。なんか面白い選手なのがバレてきたぞ。深く考えないと面白い、プロとか言い出すと面倒。前から薄々感じてたけど、ワールドカップ前にドイツ代表監督についてのインタビューといい、めちゃくちゃメンタル強い。前回ワールドカップのクロアチア戦の PK でも、浅野はさらっと決めてるんだよね。二人外した三人目でも余裕のある表情してたので、相当メンタル強いと思う。美味しいと言っておけば、製菓会社か販売会社の CM オファーが来たかもしれないのにな。